ふうに、その年齢的なその衰えをカバーしたりとか、どういう考えを持っているかっていうのをまあ説明します。まず説明し始めたのはこの2つの要素について。筋肉や骨格と書かれた解剖学的身体と、機能・関節の可動性と書かれたファンクショナル。特に関節であったり靭帯、筋肉も、年齢とともにどんどん落ちていく。もう骨格自体もやっぱり、弱い子がたくさん出てくる。でこれは両方とも衰えをやっぱり最終的にやっぱり衰えてしまう。筋肉や骨格、関節の可動性は衰えを止められないといいます。じゃあ衰えていってしまうのに、じゃあなんで、30を超えてまた成績を残せる可能性がどこにあるのか、はい、ここだけ見たらもう絶望的で、そこで大事なのがムーブメントですね。ムーブメント、ポイントは3つ目の要素、ムーブメントの中枢神経系と書かれていますが、例えば、ジャンプしてパッて片足で止まらなきゃいけないという時に、はい、指令がちゃんと行って、正しい筋肉に正しい指令が行けばきちんと止まれたりとか、正しい運動ができる。車で例えると分かるんですけど、これはもう車の車体であってエンジンであって、はい、でこれは例えばハンドリングであったりとか、これはドライバーなんです。だからどんだけいいマシンがあったとしても、ドライビングテクニックが悪ければその性能を出せない、はい、F1 の車は僕が乗ったってそれ無理ですよね、トレーニングされてないし。だからこの脳であったり、その中枢神経系のそのコントロールしてるところはすごく重要で、ここが実は伸ばす可能性だと思います。ムーブメントとは、衰えを止められない筋肉などを補うため脳から正しい指令を送り、体をうまく動かすというもの。ではこの独自の理論はどうして生まれたのか。2004年アテネオリンピック、当時29歳だった室伏さんは日本人初の金メダル獲得。ところが2004年のオリンピックが終わって、はい、体が変わってきた。同じようになんでできないんだ、また怪我がしやすい体になったなっていうのがこのきっかけ。30歳を過ぎると体の衰えや怪我に直面するようになった室伏さん、それを克服するためのアイデアは意外なものでした。反復する運動っていうのは、はい、繰り返せば繰り返すほど強くなるというふうに教わったこともありませんか。いや、僕はそれが一番だと思って。ところが、はい、そうしないように自分なりに考えて、理論としては、はい、いかにして反復させないように練習するか。反復させないように、させないようにするんです。反復させないってどういうことですか。最初のうちはこう慎重にいろいろこう覚えたりしますよね、はい、ところが慣れてくると、勝手にできるようになってくるんですけど、それが微妙に狂ってくる。運動が狂ってくると、繰り返しうちに例えば関節が摩耗したりとかするような動きになっちゃう。それで怪我してる。反復運動に感じさせないように、慣れさせないようにするのがやっぱり頭を使った練習だと思うんです。怪我をしにくい体を作るため、ある仮説を立てた室伏さん。見たこともない練習を始めたのです。ハンマーをぶら下げてのトレーニング。室伏先生、この狙いは？ハンマーをぶら下げたりし、はい、して揺らしながらスクワットをして、そうすると、はい、毎回運動がこう違いますよね、うん、ただ何こう、
機械を1、2、3、4ってやってるっていうことじゃなくて、はいはい、こう例えばハンマーを揺れてる時にスクワットしながらやってると体はいつもその動きに対応しなければいい、はい、ハンマーを使うことで不規則な動きを生み出し誤った反復運動を防ぐ。そのような練習をハンマーとエアロビクスを合わせてハマロビクスと名付けます。怪我をしないための試みを続けていくうち徐々に室伏さんは脳の重要性に気づいていきました。そしてついに脳から正しい指令を送る方法にたどり着いたのです。脳から正しい指令を送るための練習、その一つがこれ。重りも持たず足にゴムを巻いて左右に動いているだけ。一見地味ですがどういう効果があるのでしょうか。